試合シングルマッチ20分一本勝負を行います。アガゾーナヤングペア128番の横田リリー、アガゾーナメキシコ140番のマリーナヒゲロレビー、トロイユコ。今氏家リングアナウンサーから選手の紹介がありました。この試合も20分一本勝負であります。横田リミに対しましてマリナ・フィゲロア。横田選手はひとみちゃん、はい、今日もあの白いガウンで登場してますけども、ええ、白が好きなんですね。そうですね、ええ、白とかあと緑とか好きなんですよね。え、はい、今日はちょっと右の腕にサポーターをはめてますがどうなんでしょうか。ちょっとね痛めてるけども、はい、大したことはないんですよね。そうですか。でもあれがちょっと目立ってね、攻められないといいんですけどね、うん、そうそれをね、はい、まあ選手もあのもうちょっと心配するところがあるんですけども、女子選手というのはもう徹底的なウィークポイントを攻めてきますんでね、はい、ここが今悪いんですよと相手にある意味では教えてることになりますよね、マリナ・フィゲロア選手はご存知メキシコの選手であります。あの背中の方にバイトのことが公約みたいに見えるあれ何なんですか。ひとみちゃん、あれはあの肩が外れちゃうんでね、押さえてあるゴムなんですよ。そうかそうか、ね、はい、バンソーコーじゃありませんねうーんと早くもラッファイトが出ております。マリナ・フィゲロア選手であります。もうあの日本の生活それから巡業にもデンさん慣れたんですかね。もうだいぶ慣れましたね、はい、とにかくもう日本が大好きということですね。あ、そうですか。もう食事なんですね。食事なんかはですね、味噌汁ね、うん、おしっこね、はい、これが好きなんですね。またあらあら、そうですか、もう日本に永住したいって言ってますよ。そうですか。いや本当ですよ、その味噌汁とおしんこでね、また一段と技が冴えております。マリナ・フィゲロア選手であります。まあ、この選手はね、はい、20年という大ベテランのね、キャリアですからね、はい、逆にそのリミは2年目でしたっけね。そうですね、大変その好対照ですけども。そうですか、はい、あの外人選手っていうとね、うん、20年とかのザラでしょ。そうそうそう。でも日本の選手ってあんまりいないみたいなんですけど、どうしてなんですよね。確かにそうですね、まあ、あの今日レフリーをやってるトモイック選手とか、あるいは米井美樹選手なんかは、15年から20年というね、現役生活をやったんですけども、最近の全日本女子プロレスは本当にもう若い人たちがね、あっという間に出てきますよね。まあ、あのこれはですね、今世界的にも日本の女子プロレスっていうのは注目されてましてね、ある意味ではこれだけ若い選手がね、あっという間にそのレスリングの技術を覚えて、しかも世界を征服するという例は今までなかったそうですね、ですから、まあ、いろんな意味で、注目を集めております、はい、まあ、あのアメリカなんかはデンさん2年から3年ぐらいのアマチュア時代があるんですよね。そうですね、それから大体プロ入りするというのが、はい、普通のね入り方ですね。日本ではね、メキシコやアメリカやあるいはヨーロッパでは考えられませんけども、とにかく全日本女子プロレスに入って入門して、はい、練習生として練習する期間がね、大体小学生からでしょ。もう今なんかでもあの目黒の道場に行きますとね、はい、小学生がたくさん来てるんですよ。もちろんあの試合はできませんよね、ですけどもそのあたりから、はい、その体を鍛えるというのかな、とにかくプロレスの練習をね、一生懸命練習生としてしてるわけ、はい、ですからアマチュアのキャリアはなくても、そんな人たちがやがて16、17ね、はい、中学を卒業したりあるいは高校を卒業したりすればですね、かなりのキャリアになるわけですよね。横田リミ選手なんかもそうですしね、はい、じゃあ私なんかもう年の部類に入っちゃうんですね。本当にベテラン岡崎ひとみになりますよですからね、若い人があっという間にね出てきますんでね、スピードがあるでしょ、耐久力があるでしょ、ですからね、メキシコの選手なんかね、最初は日本の若い選手を教えてあげようというんで、はい、メキシコから来たのに、最近ではね勝つのがやっとというかね、勝つためにもう目の色を変えて日本のマットに登場するんですよね。今やもう世界が注目する日本の女子プロレスであります。横田リミ選手ね、あっという間に力をつけてまいりました。今年は横田リミ選手やはりあの人中期するところがあるんではないでしょうか。噛みつきに来ております。
昔はメキシコあるいはアメリカから来た選手もね、噛みついたりはしませんでしたよ。何か教えてやろうというんでね、悠々たる試合をやっておりましたが、もう今は目の色を変えて真剣に対戦しております。しかもキャリアはね、2倍3倍あるいは5倍というようなね、大変なキャリアの持ち主であります。あっと、パンチがすごいですね。動きは決して速くありませんけども、一つ一つの技はね、確かに迫力があります。場外に行きました。相棒の今日はチャイトシルバ選手もすぐに駆けつけております。日本の選手も駆けつけました。だいぶダメージを受けましたね。はい、腸攻撃かなんかあったんでしょうか。喉をやられたんですね。花輪聖子選手が心配そうに今助けを起こしました。ヤングペアの友情であります。一方、マリナ・フィゲロワ選手はもうリングの上に登場しております。この試合は20分一本勝負です。サードいった横田理美選手が今何歳ですか。まだ18歳でしょ。一方のフィゲロワ選手はキャリア20年というのですが、デンさん、はい、年齢は推定いくつなんでしょうね。まあ、15、6からとしてもね、ねえ、もう30を過ぎてますよね。30はもう過ぎてますね、はい。しかしこの若々しい体を見てくださいよ、ね、年間ですね、メキシコの場合は365日やりますから ね、 これね、考えられます。本当なんですって。あ、すごい。全日本女子プロレスがね、300日というんで私たちびっくりするんですけども、彼女たちは毎日毎晩試合をやっているそうであります。あっと顔面攻撃、パンチ攻撃であります。盛んに喉を攻められてますね。横田理美選手、いつものハツラツとした動きが今日はちょっとありません。相手はなんといっても大ベテランであります。若さスピードをもってしても、やはりこういった大ベテランにはね、なかなか対抗するのは難しそうであります。しかももう徹底的な反則攻撃といいますかね、ラッファイト。やはり足を攻められてますよね。右腕を徹底的に攻められております。ひとみちゃんが思わず悲鳴を上げております。なんとか体勢を挽回してもらいたい横田理美。攻撃の手を止めてくれません。ねえ、思わず悲鳴を上げました横田理美であります。何かこの辺は貫禄が違うという感じ、徹底的に締め付けられております。やはりゲンさん、腕にね、はめた、包帯ですか、サポーターはどうも横田理美選手にとっては良くなかったですね。そうですね、逆効果ですね。徹底的に攻められてますね。あっと、パンチで反撃に移りました。キックを使っております横田。さあどうでしょうか、一気に挽回できるかどうか。ハートアタックに行きました。ラインのクロスチョップではあります。重い体がロープに飛んで、さあどうするか。このフライングボディアタックはちょっと無理でしょうね。簡単に外されてしまいました。さあ今度はコブラツイストに行きました。しかし相手の体は大きくて重いぞ。あーと、チャリトシルバーが出ましたか。この選手がメキシコからやってまいりました、チャリトシルバ選手であります。よく見てますよね。何か抱え上げてゴンバリを放るような感じでね、マットに立ちつけております。カウンターになっております。キック攻撃、横田理美選手の反撃も一瞬でした。抱え上げました。あっとバックブリーカーに行った。いや、これは強烈であります。効いた。危ない危ない。ギブアップか、ギブアップか。ゴングが鳴った。一瞬であります。合わせ技ですね。これがメキシコの技、バックブリーカー。横田理美選手はあっという間にやられました。恐るべきマリナ・フィゲロアであります。怖い技を見せつけられました。場内シーンと静まり返っています。